前田健太ドジャースメジャー1年目16勝11敗防御率 3.48 175回矢印これわらわら。めちゃくちゃすごくね。山本由伸は16勝防御率3点台いけるのか果たして。ようやっとる。すごいよ。デトロイトで復活してほしいやね。カッツのおかげな。なお年俸。ホームラン打ったのもすごい。なお新人王はシーガー。ドジャースって6回で下ろされるけど大谷山本はサイヤング取れるの？カーショー、取れるぞ。トップ層の投手はちゃんと通用してるよな山本もこれくらいやれそう。来年は規定3点台あるで。なんでクソ契約結んじゃったんだろ。ロサンゼルスに住みたい嫁のゴリ押し、カッツに自分から選択肢狭めるのはやめろ言われたのにゴリ押した結果、あれドジャースもオニアドジャース一択だと分かった途端メディカルチェックで肘に爆弾があるってイチャモンつけて奴隷契約提示。カッツはやめろと再三言うてくれてたにゃあんな契約になると手数料もクソ低くなるしメリットがないのに、前田家族の意向に折れた形やから悪いとは思わん。にしてもあのインセンティブ条件で先発確約を契約条項に盛り込まなかったのは無能やろリリークに回されるのが目に見えてる。ダイソーも代打もやらされる模様。こうして振り返るとこれだけの戦力を獲得してきて短縮シーズン以外では世界一になれトランドジャースやバスギア。こんだけ投げてるのに WAR2.9 しかなくて草。思ったより勝ってて思ったより WAR が低い人評価が割れるタイプの投手。地味にすごいな。WAR 低いから叩かれるの謎やイニング稼いで勝ち星もあるならよくね。現役なのは知ってるけどもう前剣って過去の人みたいな感覚になってるわ金子千尋ぐらいの。前剣普通にすごい選手なのに変な潜在のステマとかせざるを得なくなってたのかわいそうやったな。こんだけ稼いでんのに月のお小遣いが3万円みたいな報道あったよな。